まずは区内の出来事をまとめてお伝えするウィークリーニュースです。最初の話題はこちら。9月9日からジョイフル三ノ輪で行われているマルチカラードピアノの模様をお伝えします。ジョイフル三ノ輪商店街に3台のピアノが設置され、ストリートピアノとして誰でも自由に弾けるイベント、マルチカラードピアノ。ストリートピアノの設置に加えて、期間中は商店街にあるお店、都電カフェで様々なジャンルのピアニストが出演するライブイベントが開催されます。商店街と一緒に何かこの街が荒川区が盛り上がることができないかなということで、ストリートピアノがいいんじゃないかということで、この企画を考えました。イベント初日からもうたくさんの人にピアノを弾きに来ていただいて、周りの方も結構喜んでいただいていて、大変嬉しく思っています。商店街会館前に設置されたピアノには近隣の子どもたちが訪れ、楽しそうに演奏していました。12日には都電カフェでオンラインでも視聴できるライブが開かれました。この日は徹子の音楽会 in 都電カフェと題し、鉄道ファンでもあるチェロの林遥さん、ピアノの田中葵さんが出演、鉄道に関連した楽しい楽曲を奏でました。ストリートピアノは10月7日まで、都電カフェ、商店街会館前、美容室、ボタンギャラリーの3カ所に設置されています。都電カフェに演奏家が出演するライブイベントは、期間中に16回開催される予定だということです。続いてはこちら。9月14日に赤戸小学校で行われた南極教室の模様をお伝えします。このイベントは学校と南極の昭和基地を衛星回線で結び、子どもたちと南極地域観測隊がリアルタイムで更新するものです。今回は隊員とゆかりのある赤戸小学校で実施されました。この日は第62次南極地域観測隊の新井義之さんが昭和基地の紹介を行いました。こちらの昭和基地、聞こえますかね。昭和基地の周りは、ショベルカーやブルドーザーがいっぱいいます。今そちらもちょうどみんな大勢が集まって、会議をしているところですね。はい、そのまま太陽の方を見てもらうと、南極大陸が見えます。実はここ昭和基地はまだ南極大陸には私は来てないんですね。というのもこの昭和基地は大陸から少し離れた横の小さな島の中にあります。新井さんからはこの日の気温がマイナス20度であること、そしてペンギンやオーロラが見えることなどが紹介されました。また隊員の仕事内容や31人が協力して暮らしていることなどが語られました。この日は小学1年生から4年生は各教室で、5、6年生は体育館から参加し、遠く離れた南極の世界に触れていました。南極基地の皆さんの苦労や仕事のことがちゃんと聞けてよかったと思いました。昭和基地の中とかを見させてもらってよかったです。で、南極隊のみんなに頑張ってほしいです。赤戸小学校では南極教室開催前に事前学習として南極の氷に触れる体験も行われたそうです。続いてはこちら。
9月14日から始まったアルツハイマー月間区役所内展示、私もなるかも、知ってつながる認知症の模様をお伝えします。9月はアルツハイマー月間です。荒川区では認知症への理解を深める取り組みの一環として、区役所1階ロビーをはじめ区立図書館を会場に認知症に関する展示を行っています。9月14日から始まった区役所内での展示では、認知症とは何かをイラストで説明したパネルや、認知症の方のサポートをしている各地域の認知症地域支援推進委員について紹介されています。また会場では認知症予防のための講座や体操教室、物忘れ相談などについても紹介されています。展示場所では認知症に関する冊子のほか、こういった展示内容がおさらいできるノートや、普及啓発チラシ入りマスクの方を、オリジナルグッズとして配布しています。南千住小具図書館では10月13日、日暮里町屋図書館では10月20日まで展示を行います。ぜひお近くの図書館までお越しください。ホームページにも掲載しますので、ぜひそちらの方も合わせてご覧ください。図書館では認知症に関するおすすめの本も合わせて展示されるということです。続いてはこちら、9月17日、ゆいの森荒川で行われた認知症予防講演会の模様をお伝えします。新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため中止となった認知症予防講演会、この日、後日ケーブルテレビで放送するための収録が行われました。講師は東京ふれあい医療生活協同組合オレンジホットクリニックの平原聡さんです。講演会のテーマは認知症と共に生きる、予防の視点を変えると暮らし方が変わる。この模様はご覧のチャンネルの荒川情報スクエアで放送します。前編後編の2週にわたりご覧の日時で放送予定です。ぜひご覧ください。またこの講演会の模様は荒川情報スクエアで放送後、荒川区公式 YouTube チャンネルでも公開される予定です。以上、ウィークリーニュースでした。